ホストス、いつもご視聴ありがとうございます。炭酸のおいちゃんです。本日はですね、前回ね、ジャンプの、まあ、新世代を応援していこうという、まあ、おすすめの漫画、読んでるジャンプの少年、週刊少年ジャンプの漫画のおすすめ漫画を紹介したんですけど、今回はですね、ジャンププラスの、新しく、まあ、始まったと言いますか、新しい世代もね、育ってきておりますので、まあ、そちらのね、今、ジャンププラスで何をね、おすすめかという、動画となっております。ぜひ最後までご覧ください。そしてチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、まずはですね、MAD と書いてマット、はい、マットですね、どんなストーリーかって言いますと、なんかね、エイリアンにこう地球を侵略された世界、はい、でちょっとね、未だに謎が多くて、ま、とにかく今はそのエイリアンから、ま、逃げたり隠れたりしている状態なんですけど、でその主人公はですね、その楽園と呼ばれる、まあ、安全地帯に、人が住む安全地帯を目指すおじさんなんですけど、はい、見た目はなんかね、ロン毛で、ロン毛のひげもじゃの、あのキアヌ・リーブスみたいな見た目で、はい、でヒロインはね、今のところいないかな、もしかしたらね、亡くなった主人公の妹がヒロイン枠なのかはちょっとわかんないんですけど、まあヒロインっぽいヒロインは今のところおりませんと。何がめちゃくちゃ面白いかっていうと、なんか読む映画みたいな、そういう感想をちょっとね、1話見た時思いました。ほとんどね、文字がね、なくて、スラスラ読めるんですよね。最初、確か90ページぐらい、何ページだったんだっけな、最初の1話がめちゃめちゃあって。ただ、長えなと思う、全然思わなかったんですよ。ほとんど絵で見せてくるタイプの漫画で、本当に見てる、なんだろう、映画を見てる感覚に、なりましたね。俺、こういう結構ね、絵で見せてくるタイプ、ほとんど文字を使わないタイプってめちゃめちゃ好きなんですよ。はい。だし、なんかこう、シリアスなとことかも好きなので。はい。続いてがね、ケントゥリア。はい。カタカナでケントゥリアと絵描きます。ストーリーはですね、主人公が奴隷だったんですけど、はい、元奴隷で。で、船に乗って、こう、運ばれていくときに、100人の、同じく奴隷がいたんですけど、その100人の奴隷の命をもらったんですね。これちょっとね、説明下手なんですけど、なんかね、海に怪物がいて、そいつと契約によって、主人公ともう、一人赤ちゃんがいるんですけど、女の人が産んだ、そこで産んだっていうか、確かそこで産んだんだっけ、なんか、すでに持っていたんだっけ、ちょっとわかん、忘れたんですけど、赤ん坊と主人公だけが、その100人分の命をもらって生き延びたっていう。で、それ以外の人はもうみんな海に沈んでしまって、で、その生き延びた主人公は、その最後のみんなの希望である、その赤ん坊を育てる、まあ、目標があって、で、まず、とにかく幸せになるために、まあ、街行って暮らしていくんですけど、まあ、ただね、やはりね、まあ、苦労の連続だし、なんか、その世界には、魔物って言われる化け物とかもね、存在したり、なんか、ちょっと王様の命令で憲兵たちが来て、それでちょっといざこざがあったり、結構ね、バトルもあったり、するんですよね。異能バトルとかもあったりね。で、主人公はその100人分の、身体能力、そして命をもらっている。だから100回殺さないと、まあ、いわゆるその、フェイトのバーサーカーのゴッドハンドじゃないですけど、あれは確か9回だっけ、10何回だっけ、殺さないといけないんですけど、こいつの場合は 100人分の生命力があるというと、めちゃめちゃ頑丈だし、100人分、殺さないといけないという。で、ヒロインはね、まだちょっとね、定まっておりません。まあ、バトルあり、涙ありということで、これ結構おすすめですね。で、続いてが、英雄帰還。はい。主人公はですね、父と同じく宇宙にいる怪物たちと戦うパイロット候補生、ということで、まあ、ストーリーはですね、これマジね、1話ね、読んでみてください。これね、すごいんですよ。ちょっとネタバレしたくないので、ぜひね、1話、最後まで読んで、ってなりますね。で、ヒロインはね、多分入学した時に初めて会った女の子かな。で、続いてが展望大学。はい。展望大学。ちょっと字が難しいんですけど。読み方間違えてたらすみません。主人公はですね、妖怪退治を、まあ、なりわいとする、こう、国直属のなんか機関みたいな。で、その機関の
まあ、1個の舞台の隊長をやってるんです。確かに。で、ヒロインはまだ分かりません。ストーリーは、ちょっとね、とにかくね、濃い作品なんですよね。なんかね、まだストーリーをうまく説明、ちょっとごめんなさい、できなくて。まあ、妖怪退治しつつ、ちょっと暗躍する、人の方でも暗躍する輩とかがいて、はい。とにかくね、キャラの、ね、会話が多いですね。戦闘が多いっていうよりかは、キャラクターの会話がめちゃめちゃ多い。で、確かね、月1連載だったかな。確かそうだったと思うので、かなりペースは遅いんですけど、結構面白いので、ぜひぜひ読んでみてください。はい。で、続いてが、寝坊する男。すごいね、タイトルですね。主人公はですね、ほぼ毎日学校に遅刻してしまうっていうね、高校生なんですけど、で、それにはもちろん理由があってですね、まあなんとね、登校中に、現れる、まあ、妖怪とか怪物を退治してきてから登校してくれるんですね。で、ヒロインはですね、めちゃくちゃ美少女で頭がいいんですね。で、主人公をなんとかこう振り向かせたいっていう、自分がね、すごく可愛いの分かってて、主人公全然なびかねえな。なんとかなびかせたいなっていうヒロインですね。まあね、最初はこうバトル&、まあ、ラブコメみたいな要素がちょっとね、あったんですけど、ちょっとね、シリアスな展開とかにもなってきていたりして、こう、なんか明確な敵みたいなのも出てきたり、なんか人型のね、やばそうなやつだとか出てきたり、はい。ちょっとね、つかめない、ちょっと話がまだつかめない作品なんですけど、バトルとかね、すごく熱いので、ぜひおすすめいたします。で、ラストにアストロベイビーですね。はい。ストーリーはですね、なんかね、宇宙から飛来した、なんかウイルス、なんか寄生生物が蔓延してる世界で、そのパンデミックを止めるために、なんか部隊、なんか自衛隊みたいなのがいて、その自衛隊に主人公が入るとこから、ストーリーが始まるんですけど、はい。で、主人公はですね、その好きな人を守るために入ったんですけど、後々ね、その好きな人がそのウイルスに感染してしまって、で、ちょうど妊娠してたんですね、その子。妊娠して赤ん坊を産んだんですけど、で、その赤ん坊も感染してたんですけど、その感染してたのが、そのウイルスの中でも上位種みたいなのがいて、末端でこう、だんだんなんか暗いみたいなのがあって、そこの上位種で、末端のウイルスはもうただただのなんかゾンビみたいな感じですね。はい、すごくこう、光線的で襲ってくるゾンビみたいな感じなんですけど、その上位種はもう意志とかがあって、で、なんか目的があって、主人公とこう、利害が一致して、主人公は好きな女の人、感染した女の人を元に戻すっていう願いを持って、その赤ん坊なので、うまく自分ではこう、動けないということで、主人公に代わりにいろいろやってもらうっていうことで、こう、利害の一致で、二人がこう、ストーリーが進んでいくって感じなんです。まあちょっとね、こう、その一日のランキングみたいなのがあるんですけど、アストロベイビーはちょっとね、下の方なんですけど、結構個人的には面白い作品となっておりますので、感じで、今ね、ジャンププラスで、おすすめの作品たちは、結構新しめの作品たちを紹介いたしました。よかったら、読んでみてください。ということで、またお会いしましょう。おつおつ、バイバーイ。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。